ふと気になったんだけどさ、阿弥陀くじってあるでしょ。あるね。あの阿弥陀ってどういう意味なんだろう。逆にどういう意味だと思う。阿弥陀くじって格子状のところから辿ってくくじ引きだよね。ということは阿弥陀くじみたいな単語がなまってなったとか。発想はいいんだけど外れだね。阿弥陀くじっていうのは今でこそ人数分の縦線を立ててはしごみたいな感じになっているけど、昔は真ん中から放射状に人数分の線を書いて行っていたんだ。それが阿弥陀如来の五行に見えるということから阿弥陀くじとなったんだ。ちなみに室町時代から行われているみたいだよ。そんなに昔からなんだ。にしても阿弥陀くじか、漢字で書くとお手軽感がなくなっちゃうね。